はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回もチューハイです。スコールの、愛のスコール、のホワイトサワー、ん?愛のスコール、スコールの、ホワイトサワーです。これはお酒ですと書いてありますね。アルコール度数 4%。原材料、乳糖主成分、主要原料とする食品とウォッカと糖類と酸味料と安定剤と、香料。宮城県生まれの日本初乳製炭酸飲料愛のスコールがお酒になりました。甘酸っぱくて、すっきり切れ直る後口をお楽しみください。あ、これ一応あれなんだ。商品名や、愛のスコールっていう飲料だった。ずっとスコールだと思ってたけど、普通に愛のがつくみたいですね。愛のスコール。まあ昔飲んだことありますけど、未だにこのスコールって売られてるとは思うんですけど、見ないですね。マイナーです。まあいわゆるこれ飲んだことない方は、まああれですね。カルピスです。カルピスの炭酸飲料みたいな。ほんのり炭酸です。乾杯。カルピスサワーだ、これ。何が違うか全然わかんない。愛のスコール。こちらがですね、この愛のスコール。これは、札幌と、デイリーっていう、札幌ビール株式会社が販売で、製造が、書いてない。製造が書いてないですね。スコール、デイリーっていうのは南日本酪農協会株式会社の登録商標ですって書いてありますね。スコールは昭和46年生まれの、昭和47年発売。乳製炭酸飲料という新しい飲料が生まれたのは、なんとかかんとかって書いてありますね。スコールという名前はどういう意味か知ってるかな?デンマーク語で乾杯という意味です。へぇ。なるほどね。ちなみにスコールのメロン味、マンゴー味、パイン味などもあったみたいです。へぇ。だって、結構知らないわ。あ、すごい知らない。南日本酪農協同株式会社っていうところから出してる商品らしいですよ、これ。普通に札幌とかだと思ってたけど。札幌とか、その他、なんか有名なキリンとかだと思ってたけど、違うんだね。あ、美味しい。普通にうまい。デイリーっていう、英語でデイリー、まあ、毎日って意味ですけどね。それが、あれですね。そういうブランドみたいです。デイリー牛乳。いや、ヨーグルッペ。これ聞いたことあるな、ヨーグルッペって。まあ、いわゆる宅配、商品、宅配牛乳とか。ああ、こういうね、瓶の、宅配牛乳って昔ながらにありますけど、ああいうのとか。まあ、あと主にヨーグルトとか、乳製品が多いみたいですね。はあ、
もやっぱ一番有名なのはスコールでしょ。こういう宅配商品ってなかなかいいよね、うん、朝一で牛乳っていうのはやっぱり健康ですか、健康的ですからね。まあ俺牛乳飲むと、冷たい牛乳飲むと速攻で腹下すけどな、速攻で腹下すんで、あれですね、便秘にはめちゃくちゃいいですね。でもこういうのいいよな、うん、普通に飲むヨーグルトとかも宅配であるみたいなんで、こういうのいいよね。なんだ、新聞とか取るよか絶対いいよな、間違いなく。新聞とかさ、クソみたいなさ、1ヶ月3000円ぐらいさ取るよか絶対いいよな、こういう宅配の。これいくらなんだろう、値段が書いてねえんだけど。200ml 瓶、飲み切りサイズの 180ml 瓶。値段が書いてないですね。多分書いてない。宅配牛乳値段いくらなんだ。宅配ミルク、まあ有名なの森永とかさ、あると思います。値段が、値段いくらぐらいなんですか。ご利用料金は月額3700円から4200円になってる。はぁ、週7本、月30本をご契約いただいた場合、月々の利用料金は3700円。高くね？ 1 本 180ml 瓶ぐらいだろ。それ30本で3700円って、くっそ高いんだけど。1本 180cc ですね。180ml ですね。それを30本で、3700円で1本120円ぐらいかな。バカ高い。バカ高い。普通に牛乳のパックの牛乳、取った方が絶対いいわ。アホらしい。アホらしい。でもまあ、でも、毎日届けてくれるから、なあ。まあ、そんぐらいは仕方ないべっていう話やね。ああ。だから、両親とかのさ、おじいちゃんおばあちゃんとかにさ、ある種あれだよね。前、なんかニュースであったけど、こういう宅配系っていうのは、もう一つ利点があって、おじいちゃんばあちゃんの安全確認とか、毎日のなんか挨拶みたいなのとか、安全確認、毎日、そこら辺で、のたれ死んでたりとか、する可能性があるからね。そういう意味での、のもあるし。まあ、それは重要ですよね。確かに。で、まあ、なんだかんだで、触れ合いというか、密着というか、一人暮らしの、ね、両親とかにも、安心、安全みたいな。
感じですね。これは美味しいですね、普通に。4444で少しありがとうございました。